はい、どうもこんにちは、渡辺です。今回はですね、完全ワイヤレスイヤホンのまたランキングになるんですけども、ちょっと前に公開したのはハイエンド部門ですね。それこそ価格が2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンのみをピックアップして、その中で各項目を比較してですね、もう本当に極上のイヤホンを選びたいという方向けのハイエンド編ということでお届けしてきました。で、その動画の中でもね、お話をしたんですけども、今回は2万円以下、はい、もうコスパで選ぶ完全ワイヤレスイヤホンの2021年バージョンということになります。はい、もちろんですね、この完全ワイヤレスイヤホンってこのハイエンド部門もすごく、ね、熾烈な争いをしているわけですけども、2万円以下のですね、ちょうどいいこの中間のね、価格帯のイヤホンもですね、ものすごい激烈な争いをしております。で、この辺のバランスのいいイヤホンも結構ね、本当に、まあ、機能もりもり入っていたりとか、音質に関しても、もうハイエンドに引けを取らないモデルがあったりとかですね、まあ、かなり面白いイヤホンが揃ってますので、今回はそちらもですね、ポイントをつけてランキングにしてみました。ちなみに1個項目を追加してまして、今回は安さっていうところも、評価点に加えてます。なので価格が抑えられてるっていうところも評価に加えて、なおかつ他の機能もバランスよく整ってるかっていうところですね。ただ安いだけじゃダメなんですけども、安くて各機能もしっかり使えて満足して使えるイヤホンなのかっていうところをポイントに評価してみました。では早速いきましょう。はい、ということで今回はですね、合計9つのイヤホンをピックアップしました。はい、同じメーカーから2021年にですね、複数イヤホンを出している場合もあってですね、その場合は1つに絞ってます。はい、では早速、第9位からいきましょう。今回ですね、第9位に入ってきたのが、はい、ゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスですね。こちらが今回、コスパ部門、2万円以下の部門で第9位という結果になりました。まあやっぱりゼンハイザーといったら音質ですよね。音質に関しては、まあ、今回のコスパ部門の中でも上位に入ってくるぐらい、高音質になっています。はい、特にゼンハイザーといったらこの音場の広さだったりとか、もう解像感が高くてリアルな低音域ですよね。この中音域もすっごく綺麗にね、上品に出てきますので、ボーカルがしっかりと前に出てきてもう分かりやすい。で、楽器それぞれの分離感とか音場の広さも相まって、まあ、ゼンハイザーサウンドを楽しめる1台になっております。ゼンハイザーの最上位モデルはですね、今のところモメンタムトゥルーワイヤレス2っていうね、これはもう、昨年、いやもう2年ぐらい前の、モデルになってますので、最上位モデルがまだアップデートマッチなんですよね。まあ、そんな中2021年はミドル級のモデルが出ていたっていう形になるんですけども、音質に関しては今のところゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2に匹敵するレベルのイヤホンになってます。で、さらにですね、今回ゼンハイザーはこの aptX アダプティブに対応したということで、ハイレゾ相当で音楽を楽しむこともできるというところで、そういった解像感に関してはもう上位モデルを超えていると言ってもいい部分になってきます。で、ノイズキャンセリングと外音取り込みに関してもですね、ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2の頃よりも、格段にアップしておりまして、まあ、しっかりとですね、この周囲の環境音をカットしたりとかっていう使い方もできるようになってきました。まあ、低域ノイズをしっかりとカットしてくれると。全体的にしっかりと使えるんですが、やっぱりこの価格帯ってですね、結構付加価値が多いイヤホンが多くてですね、足りないところとしてはマルチポイントですね。2台のデバイスに接続して切り替えるマルチポイントが搭載されているイヤホンが意外とこの価格帯多いです。で、その中ゼンハイザーはマルチポイントは対応していないっていうところと、ワイヤレス充電にも対応していないっていうところで、まあ、ちょっと利便性の部分で、ちょっとポイントを落としているところが若干あります。で、あと価格帯もですね、これ、Amazon の価格でも 19,800円ということで、まあ、今回ギリギリのラインなんですよね。なので、価格の安さっていうところは、ちょっとポイントが低めになっております。はい。はい、では続いて第8位いきましょう。今回第8位に入ってきたのが、こちらでございます。アンカーのリバティ3 Pro っていうね、こちらの完全ワイヤレスイヤホンになってます。このイヤホンはですね、まあ、とにかくこのスライド式のね、ケースがすごいかっこいいですよね。まあ、こんな感じでちょっと独特なスライド式になっていて、まあ、結構この高級感というかですね、未来感のあるデザインになっていて、そこは結構好みです。で、価格が 19,800円ということで、ちょっと高めなんですよね、このアンカーのイヤホンとしては。なので価格の安さとかお得感みたいなところは少ないんですけども、各機能のですね、バランスっていうところはしっかりと取れているイヤホンになっています。まず音質に関してはアンカーらしいすごく元気なパワフルなサウンドになっています。で、重低音強めなんですけども、分厚いたりもなく質の高い低音になっています。で、高音域も解像感が高くてですね、非常に元気のある高音域、特にドライバーがこちら BA ドライバーと DD ドライバーがですね、搭載されていて、高音の抜け感があるんですよね。まあ、クリアなサウンドを楽しめます。ただこの音場の広さとか
この分離感とかですね、空間的な広がりっていうところは、まあ、ランキング上位に入ってくるイヤホンと比べるとちょっと抑えめになってます。はい。で、アンカーのこちらはですね、マルチポイント対応してます。これ嬉しいですよね。で、あともう一つ対応しているのが LDAC ですね。こちらに対応しているので、結構幅広い、機種で、このハイレゾ相当で音楽を聴けるんですよ。だけど一つ残念なのが、この LDAC、使っているときにマルチポイントが使えないっていうところですね。逆にこのマルチポイント使っているときは LDAC 使えないという形になりますので、どっちを優先するか、利便性を重視するか、音質を優先するかで、まあ、どうしても選ばないといけなくなります。はい。結構これ LDAC はですね、技術的に難しいのか、LDAC と、マルチポイントね、両立することができないイヤホンが多いです。逆にこの aptX Adaptive に関しては aptX Adaptive とマルチポイント両立できたりするので、その点に関しては音楽を聴くメインスマホ aptX Adaptive に対応しているものを使いつつ、もう一つのですね、普段使いをまた違うものを使うみたいな、そういう使い分けがしやすいのかなっていう、ちょっと余談ですけど、そんな感じで、コーデックの違いもあります。もちろんワイヤレス充電も対応していたりとか、通話品質も高いですし、全体的なバランスは非常に高いです。あとこれで価格がね、もう少し安かったら、まあ、順位もぐっと上がったのかなっていうところではあります。はい、はい、ということで、次第7位ですね、こちらになります。JBL のライブプロプラス、トゥルーワイヤレスですね。こちらが今回第7位というところに入ってきました。非常にコンパクトでマットな質感のケース。そしてこのモデルはですね、この JBL 史上最高のフィット感を追求したモデルということになります。ショートスティック型になっていますので、すごく装着感がね、優しいんですよ。まあ、こういった形のね、ショートスティック型になっていまして、まあ、軽量で装着感も優しくて、長時間つけていても疲れにくいタイプのイヤホンです。低音の量もしっかりとあるんですけども、ボアついてなくてですね、すごくキレがあります。で、高音域もクリアで刺さりがなくてですね、まあ、非常にバランスが取れている。で、1年前のランキングで上位に入ってきていた、この JBL のクラブプロプラスですね、そちらに非常に近いんですけども、少しクラブプロプラスと比べるとまろやかになったかなっていうぐらいの音質になっています。はい、まあ、聞きやすいです。でノイズキャンセリングもしっかり使えて7点ですね。日常モード、トラベルモード、アクティブモードっていう3つのモードでノイズキャンセリングのレベルを調整できたりとか、まあ、外音取り込みも7点ということでしっかり使える品質になっています。で、普段使いにおいてはワイヤレス充電は対応していますが、マルチポイントは対応していないというところですね。で、価格が 17,800 円ということで、まあ、少し安めではあります。はい、はい、では続いて第6位いきましょう。第6位がですね、これはね、本当に今年、まあ、非常に大ヒット、しましてですね、注目度をかき集めたイヤホンになっています。こちらになります。はい、ナッシングイヤーワンですね。こちらが今回第6位というところに入ってきました。まずね、このナッシングイヤーワンは、価格が 12,650 円ということで、まあ、かなり安いです。なので価格の安さっていうところのポイントがまず高いです。ただ安いだけではなく、今回ナッシングイヤーワンはですね、もう一つポイントが高いところがあって、それがこのデザインです。はい、まあ、スケルトンデザインということで、このケースに入っている時点で中身が透けて透明で見えるデザインで、さらにですね、こちらのイヤホンの方も中がね、透けて見える、スケルトンデザインになっていて、まあ、非常にこれデザイン性が高くておしゃれなんですよね。ちょっとガジェット感ですね、こちらが味わえるものになっています。ちなみにこちらのケースはこれワイヤレス充電も対応していますし、これGoogle ファーストペアにも対応していますし、使い勝手の良さっていうところはしっかりとあります。ノイズキャンセリングに関してはそこそこ効いてくれるっていうぐらいで、高音域に関しては残りがちなんですけども、低音域のノイズはある程度カットしてくれるっていうぐらいですね。こちらもノイキは7点です。で、外音取り込み機能に関しても7点ということで、まあ、実用的なノイキャンと外音取り込みが入っています。で、こちらの音質に関しても低音重視です。まあ、ずんと響く低音の迫力っていうところはあります。11mm のダイナミックドライバー搭載で低音の迫力が結構あるんですけども、まあ、音質に関しては JBL アンカーゼンハイザーの方が、いいです。まあ、中高音の繊細さとか音場の広さっていうところが、まあ、他のモデルと比べてちょっと物足りないところがあります。まあ、低音重視で分かりやすい音質なので、ジャンルとしてはですね、ロック、EDM、まあ、このあたりを聞いたときに、まあ、楽しく聞けるイヤホンかなと思っております。コーデックは SBC と AAC ですね。マルチポイントには対応してないんですけども、まあ、その他の機能は、まあ、一通り盛りだくさん入っておりまして、で、特にデザイン性が高いっていうところと、まあ、価格が安いっていうところで、音質も含めてその他も、まあ、致命的なデメリットにはなり得ない、ような形で、まあ、バランスが取れているっていうところで、こちらも、全体的な評価点が上がっているところになってきます。6位ですね。
はい、では続いて第5位、ベスト5に入ってまいりました。で、次紹介していくのはですね、ちょっと価格だけで言うと、まあ、また別でランキング作った方がいいんじゃないかっていうぐらいですね、安いです。圧倒的に安いので、本当に価格をとにかく抑えたいよっていう方はこれを買っておけば間違いない、そういったモデルがこちらです。はい、イヤーファンフリープロ2でございます。はい、すっごいコンパクトなケースなんですけども、はい、この中にですね、まあ、このすごいコンパクトなイヤホンが入っております。まず価格からいきますと、こちらですね、定価で7999円となっております。で、Amazon の方で、まあ、タイミングによってはですね、割引が結構入っていて、まあ、実質この6000円前後で買えることもあります。まあ、そのぐらい、まあ、まず価格が安いっていうところですね。で、あの安いだけじゃこのランキングには入ってこないんですよ。全部の機能入ってるんですよ。ノイズキャンセリングに関してもポイントとしては8点上げてます。外音取り込みも8点ということで、今回ランクインしているイヤホンの中でも強めの、ノイキャンと外音取り込みが入ってるんですよね。いや、すごくないですか、この価格でっていうところで。で、さらにですね、まあ、このコンパクトなケースなんですけども、まあ、しっかりとこのワイヤレス充電に対応しているということで、まあ、使いやすいです。 Bluetooth も 5.2 対応してますし、 IPX5 の防水ですね、対応してます。で、さらにこの低遅延モードも入ってますし、片耳で使うこともできますし、フィット感も良好ということで、まずバランスがいい。で、音質に関してはですね、こちらも低音重視です。なかなかこのね、低音重視が多いんですけども、やっぱりこのイヤーファンに関しては特にこのドンシャリ傾向の強いイヤホンになってますので、まあ、繊細な音を楽しむっていうよりは、ズンと響く低音中心としたこの迫力重視で、音楽を楽しみたいっていう場合に、ぴったりなイヤホンになってます。個人的にはこちらですね、スポーツとか運動中とかですねに使うイヤホンとして考えてもすごくね、いいと思ってます。ただしこの音場の広さとかですね、解像感っていうところは、まあ、より上位のね、モデルと比べると劣るところはあります。で、イヤーファンフリープロ2はですね、アプリに対応していないので、アプリでのカスタマイズっていうところは対応してないです。まあ、そこに関しては少し評価を落としているポイントになります。ただ本当にね、ちょっと価格がもうお化けみたいなね、1万円切っちゃってるので、本来別でランキング作った方がいいんじゃないかっていうぐらいなんですけども、1万円以下で考えるなら、今のところイヤーファンフリープロ2はベストだと思います。はい、はい、ということで、次ですね、第4位いきましょう。第4位がですね、はい、こちらが入ってきました。 Galaxy Buds Pro でございます。はい、それこそ Galaxy S21 Ultra 5G のスマホと同時ぐらいに、ね、出たと思うんですけども、Galaxy の完全ワイヤレスイヤホンになっています。こちらですね、総じて全てのレベルがポイント高いです。全体的にクリアでですね、中高音域もしっかりと綺麗に出てくれます。で、音質に関しては各音域の分離感もしっかりとあってですね、まあ、特にボーカルの輪郭もくっきり出てきます。で、低音域に関しても引き締まりがあって非常にパワフルなんですよね。で、さらにそこに加えてこのイコライザーもあってですね、調整することもできるようになっているというところで、この価格帯のイヤホンとしては音質の満足度もかなり高いです。ギャラクシーのイヤホンはサウンドバイアーカーゲーということで、アーカーゲーチューニングのですね、音質になっています。ちなみにアーカーゲーといったら、今使っているメインのこのヘッドホンですね、有線のヘッドホンが実はこちらもアーカーゲーだったりするんですけども、まあ、名門ブランドですね。で、ノイズキャンセリングも8、で、外音取り込みも8ということで、まあ、非常にレベルが高いです。まあ、かなり強力に騒音をカットしてくれるパワーがあるので、まあ、ちょっと一歩ですね、他のイヤホンと比べてノイキャンと外音取り込みのレベルも高いです。で、さらにですね、こちら IPX7 のこれ防水に対応していますので、防水等級が高いので、運動中とか、まあ、雨にザーザー濡れてしまうような環境とかですね、水に濡れても安心して使えますよっていうところもポイントです。で、ちょっとね、特殊なところがですね、こちらコーデックがですね、まあ、基本的に SBC、AAC、そしてスケーラブルコーデックというものになってます。このスケーラブルコーデックっていうのが、この Galaxy のスマートフォンですね、こちら専用のコーデックになっていますので、Galaxy で使うときのみですね、この AC 以上のスケーラブルコーデックですね、そちらを使えるっていうところで、Galaxy ユーザーにとってはちょっとそこがメリットになってきます。逆にこの Galaxy ユーザーじゃない場合は、AC になってしまいますので、まあ、ちょっとね、より上位のモデルがあるのに使えないのかっていうところで気になってくると思います。具体的にはこのスケーラブルコーデックが入っているときはこの低遅延のモードが使えたりするので、すごい本当に遅延少なくね、まあ、ゲームをしたりとかっていうのもできたりします。はい、そういった機能はギャラクシーでのみ使えるというところですね。ということで、まあ、ちょっとね、対応デバイス、まあ、もちろん全部のデバイスで使いはするんですけども、どうしてもちょっとギャラクシーのスマホと使った場合に有利なポイントがあるっていうところが、まあ、やや気になるところかなというふうに思います。はい、まあ、個人的には普通に AptX とか AptX Adaptive とかね、そういったコーデックにも対応してくれたら嬉しいのかなというふうには思ってます。はい、ということで、ベスト3でございます。さあ、ここからは本当
当にね、熾烈な争いでしたね。いや、迷いに迷った。うん、本当に迷ったんですけども。まず第3位ですね。入ってきましたのが、こちらでございます。アビオットの TE-BD11T っていうね、こちらのモデルになってきます。はい、アビオットの、まあ、全部入りのイヤホンということですね。今回のアビオットのモデルはですね、ダイナミックドライバーとバランスドアーマチュアドライバーですね、こちらがそれぞれ1機ずつ入ったこのハイブリッドデュアルドライバーが搭載されています。特に低音の迫力がかなりアビオットとしては増してるんですよね。特にこのイヤホンに関しては取っ手出しというかですね、最初に開けた時点の音質だとちょっとですね、こもりがちなんですよね。ボーカルがちょっと埋もれたりとかしがちなんですけども、イコライザーの方でですね、調整してあげることで、クッと中音域の埋もれがちなところとかも引き上げることができて、化けます。はい。なので、このアプリを使って調整すると、より楽しめるというところで、ちょっと評価も上がってきております。デフォルト状態だと、まあ、かなり重低音が強めのイメージでした。で、ノイズキャンセリングに関してはですね、こちら最大この55dBっていうね、そこまでいってるのかはちょっとわからないですけども、かなり強力なノイズキャンセリングが入ってますので、通勤してる時とか、ね、通学してる時とか電車に乗ってる時とかにこのノイズをねカットしてみるとだいぶそのね快適になるんじゃないかなと思います。ノイキャンパワーは比較的強めです。で、外音取り込みも自然になってますので、アナウンスを聞き逃したくないとか会話をしたいっていう時に外音取り込み使うこともできます。はい。で、さらにこれ特徴的なのがバッテリー持ちです。はい。イヤホン単体で最大18時間、そしてチャージングケース込みで最大60時間の再生ということで、バッテリー持ちがちょっと異常なクラスに来ています。で、さらにこちらですね、ワイヤレス充電にも対応しましたし、マルチポイント、マルチペアリング、両方対応してますので、利便性っていうところもかなり高いです。で、通話品質も相当強くなってますので、アビオットはですね、今まで弱点だったと言われるようなポイントをどんどんと潰してきていて、完成度がですね、年々上がってきてます。はい。で、その上でですね、価格が、Amazon の価格で、今見るとですね、13,860円なんですよ。はい。非常にこれ、まあ、安いです。なので、安さっていうところのポイントも高いです。ただし、こちらのモデルは SBC と AAC になってます。なので、ハイレゾ相当には対応してないです。なので解像感とかハイレゾ相当っていうところになってくると、まあほぼ同じ時期に発売されましたこちらですね、 TD-01M2、 こちらに関してはですね、AptX Adaptive に対応してますので、まあ、ハイレゾ相当で音楽を楽しめるというところで、こちらに関しても実は相当気に入ってましてですね、結構接戦なんですよね。で、この2つに関しては iPhone ユーザーはこっちで、 Android は特に AptX Adaptive を使える環境があるならこっちっていう風に、考えてちょっと使い分けをしてみてもいいのかなっていう風に思ってます。まあ、それぞれレビューを出してますので、まあ、この2つの違いが気になる方は、レビューの方もねチェックしていただければと思います。まあ、今回この2つ代表して TBD11T の方をランクインさせてみました。はい、皆さん次何来るかね、想像できてるかな。次第2位なんですけども、正直ね相当気に入ってるんですよ。こちらでございます。はい、デノン来ました。デノンのですね AHC830NCW っていう、ね、こちらデノンの、完全ワイヤレスイヤホンになってます。デノン初のイヤホンですね。これが今回第2位というところに入ってきました。はい。まずこちら価格は15,000円となってますので、まあバランスのいい価格帯だと思います。高すぎず安すぎずぐらいの、まあ、ちょうどいい価格帯ですよね。うん、で、今回このデノンがランクインした、主な理由が音質ですね。特に音場の広さが圧倒的です。すごく空間的な広がりが、感じやすい、イヤホンになっていて、なんか横方向と縦方向全体このね空間の広がりを感じるんですよね。なのでまずそこがちょっと他と違っていて面白いな、なんかライブ感があるなっていう、ところです。はい。音にちょっと包み込まれるような感覚があります。これ立体的なサラウンドとかを使っているわけじゃないのに、その空間的な広がりを感じやすいんですよ。で、さらにこの低音域の弾みですね、こう弾力感っていうところがすごくあって、音楽を聴いてる時に楽しい気分になるんですよね。で、中高音域の解像感も高いのでバランスもいいですし、特にやっぱりこの弾むような弾力感、そしてこの空間の広がりっていうところが、ちょっと他とは違う独自路線を走ってるのかなっていう風に感じられるような音質になっています。で、AptX Adaptive とか LDAC には対応しておらず AAC までになってます。なので他の AptX Adaptive とかハイレゾ相当と比べてどうなのって感じると思うんですけども、実際この AAC なんですけども、こちらのイヤホンに関しては全く引けを取ってないと言えるぐらいですね、解像感が高いんですよね。
だから音楽を聴いてて一番なんか楽しい気分になるのは実はこれなんじゃないかと思っています。はい、ノイズキャンセリングは 7.5、そして外音取り込みは8ということで、しっかりと使える品質があります。で、フィット感がすごい良好なんですよね。これスティック型になっています。イヤホンの形状はこういったスティック型になっていて、フィット感がすごく良好で疲れにくいです。で、モードの切り替えもスムーズにできますので、使い勝手の部分も非常にいい。で、1位になれなかったポイントとしてはですね、こちらワイヤレス充電とマルチポイント非対応、そしてですね、アプリがないということで、この操作のカスタマイズとか、さらにこのイコライザーの調整とかですね、そういった機能が入ってないというところです。なので、もうこのまんまの状態で楽しんでくださいねっていうスタンスになってきます。なので、それらも全部もしあったら1位だったかなと思います。ただ、もう本当にこの音質の部分では、個人的にはこの価格帯では一番好きっていう形です。はい。ということで、第2位がデノンの AH-C830 の NCW でした。はい。ということで、今年のコスパ部門、完全ワイヤレスイヤホン第1位がですね、こちらでございます。オーディオテクニカの ATH-CKS50TW ですね。こちらが今回2021年、コスパ部門で第1位という結果になりました。はい、おめでとうございます。いや、これはね、本当に価格もそうなんですけども、もう全体のバランスも良くてですね、本当にハイエンド級ですよね。そういったイヤホンになってます。まず価格に関しては、こちら 16,800 円ということで、今回の中では中価格帯ぐらいの、価格になっています。16,800 円ですね。で、まずですね、機能性が非常に高いということで、こちら AptX Adaptive、ハイレゾ相当に対応しています。なので非常に解像感が高いコーデックで、音楽を楽しむことができる。で、その上これマルチポイント対応してます。で、しかもこの AptX Adaptive で接続しつつマルチポイント、両立できるんですよね。そこもやっぱり使い勝手が良くて、例えば Galaxy と Xperia 使っていてですね、AptX Adaptive で接続しつつ AptX で接続するみたいな、そういうこともできます。ノイズキャンセリングと外音取り込みのレベルもですね、今回の中では上位に匹敵するぐらいの8点8点っていうね、ポイントになっています。で、一応こちらはですね、ソリッドベースっていうね、シリーズになってまして、重低音がすごい迫力ありますよっていうね、それが売りのモデルではあるんですよ。で、確かに重低音はかなり強くてですね、パワフルなサウンドになってるんですけども、だからといって、この高音域とか、このボーカルの声とか、ね、中音域、そのあたりの明瞭度もかなり高いんですよね。なので、低音重視のドンシャリなサウンドなのかなと思いきやですね、高音域の抜けもいいと、中音域のキレもあるということで、非常にこれね、メリハリのあるサウンドになっているので、あらゆるジャンルで楽しめるサウンドになっています。で、もちろんオーディオテクニカ専用のアプリもありますので、イコライザーで調整することも可能になっています。で、あとこちらのイヤホンですね、特徴的なのが、イヤホンはこんな形でですね、こちらの部分にですね、これボタンがついていて、珍しくこれボタン式になっているんですよ。なのでボタンを押し込んで、操作をしていくという形で、しかもですね、こっち側じゃないので、耳にギュッと圧迫感を与えず、上から下に押すっていう形の操作感になっていて、操作性も高いです。で、難点としては、こちらケースがですね、ちょっと大きめなんですよね。ちょっと一番今回の中で小さいもので比べるとこんな感じです。結構ね、厚みと大きさっていうところがあるので、携帯性は若干ね、低めではあるんですよ。ただ大きいだけではなくて、バッテリー持ちがちょっとお化けみたいなバッテリー持ちになってまして、まずこちらのイヤホン単体で20時間連続再生できます。で、ケース込みで50時間のバッテリーということで、今回の中でもトップ級のね、バッテリー持ちがあります。それこそアビオットの TBD11T と非常に近いところで、両方ともね、バッテリー持ちがトップクラスに高いというところです。あと、これがあったら良かったのになっていうのは、このワイヤレス充電ですね。これがあったらもう完璧だったんですけども、ワイヤレス充電だけはないので、こちらのケース、背面で USB-C で充電する必要があります。ただ、使い勝手も含めてですね、非常にこれ使いやすくて、使っていて楽しくて、音質に関しても満足度がかなり高いということで、今回、コスパ重視2万円以下の部門で第1位という結果になりました。はい。はい、ということで、今回ですね、こんな形で、2021年の完全ワイヤレスイヤホンのランキングの、コスパ部門ですね、2万円以下というところで、ランキングをつけてみました。一応これでですね、今年のイヤホンのランキングは終了になります。ただ、あとね、やり残したことといったらですね、音質だけのランキングをやりたいですね。はい。音質だけで選ぶならどれがいいのか。で、一応今回もノイズキャンセリングと外音取り込み全部入りで、ピックアップをしてますので、ノイキャンと外音取り込みが入ってないモデルはこの中に入ってきてないんですよね。
で実際その中でも、まあ、かなり面白いイヤホンがあったりするので、あの音質だけで選ぶイヤホンに関しては、まあ、年明けですね、1月中にやりたいなと思いますので、ぜひねお楽しみにしていただければと思います。ということで今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。